数奇教の肖像画は、イタリアルネサンスの芸術家、ラファエロ・サンティによる1510から1511年頃に制作された板上の油彩画である。マドリードのプラド美術館に所蔵されている。ラファエロは1508年にローマに到着し、ユリウス2世紀の教皇時代にすぐに大きな成功を収めた。画家は自分の絵画において、 リアリズムの芸術を習得した。ピエトロ・ベンボが言ったように、人々を実際よりもリアルに描く能力である。4分の3の正面向きの肖像画は、おそらく30代の若い数奇卿が座っている。数奇卿は、赤いマントと、帽子、白いシャツを身につけ、暗い背景の中、干渉者の方を穏やかに見つめている。絵の具の塗り重ねは、ラファエロが髪を短くし、 左目を動かしたことを示している。対象の特定化は、かなりの論争点となっているが、候補者として、ユリウス・二世の教皇庁内のベルナルド・トビーツィー、インノチェンツォ・チーボ、スカラムッチア・トリブルツオ、アレッサンドロ・ファルネーゼ、イッポリート・デステ、シルビオ・パッセリーニ、アントニオ・チョッキ、マテウス・シネールや、ルイージ・ダラゴーナラがいる。プラド美術館によると、 おそらく最も可能性が高いのは、1509年から1510年の作品である、生体の論議でも描かれているフランチェスコ・アディド士であるが、ベンティネト・サウリの可能性もある。レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザに倣って、座っているモデルの直立した体と、水平な左腕が見えない椅子の腕に乗って、三角形の構図を形成している。強い照明は、 数奇鏡の帽子とマントの赤、袖と顔の白さ、そして暗い背景の間に印象的なコントラストを作っている。最新の注意を払った筆使いは観客に対して立体的な人物を提供し、当時のラファエロの彫刻への関心を明らかにしている。この絵は、まだアストリアス公であった時期にスペインのカルロス四世によってローマで購入された。 ラファエロにとっては通例ではないと考えられたその技法のために貴族が再検討される前にはしばらくアントニス・モルに貴族されていた。この絵画はスペイン王室のコレクションに入り1818 18年にアランフェス王宮で目録に記載された。後にプラド美術館に移された。ありがとうございます。